武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は神田外語大学の2016年入試について話していきたいと思います。まあ、傾向の変化などはですね、まあ、そもそも科目がこちらは少ないんで、まあ、特に大きな変化はなかったかなというふうに思います。まあ、ただ、ちょっと変わった点としては、あの英語のですね、読解問題の題目1番で主題を問う問題がなかったっていう、そこぐらいですかね。それ以外はまあ大きな変化は特になかったかなと思います。では、早速科目ごとの勉強を見ていきましょう。まずは英語ですが、こちら、リーディングと、まあ、グラマー、そしてリスニングという形で出題がされていますが、リスニングに関しては、過去問が公開されていません、基本的に。で、まあ、過去に出た問題で、大体こんな感じですよみたいなものは赤本などについてたりは、しますので、まあ、それを使って練習するかなと思うんですが、まあ、問題の難易度的には基礎的なことをしっかりできていれば十分対応できる難易度かなというふうには思います。まあ、ただ科目数が少ない分ですね、どうしてもその科目が得意な人が結構寄ってくるということを考えると、まあ、完成度上げるかちょっと難しいのをやっておくかというところになるかなと思うんですが、基本的にはやはり完成度重視で、しっかりやっておく。で、まあ、余裕があれば少し難易度高いところまでやっておくという形ですね。リスニングに関しては、まあ、まずはセンターのリスニング対策のつもりでまずやっていって、それプラス、まあ、過去問などでやっていく。まあ、ただ過去問自体が絶対数が少ないんで、まあ、リスニング問題集やるかセンターやるかっていうのは、しっかり考えておいた方がいいかなと思います。はい、続いて国語ですが、まあ、現代文のみの出題で、半分が書き取りや、まあ、漢字や、まあ、四字熟語など、あたりの問題、結構知識の比重が高めな、入試問題の構成となっています。で、問題の、難易度自体、そこまで時間、なんていうか問題の量が多いというわけでもないんですが、時間から考えると、まあ、大問数が多いので、ちょっとその時間内に終わるかどうかっていうのがまずは、結構、重要になってくるかなと思います。一文一文の文章はそこまで長いわけでは、ないんですが、で、設問もそれほど多いというわけではないので、まあ、慣れていれば十分読み終わる、程度の量ではあると思います。ただ、最初のうちはやはりその、この時間の中でちゃんと回答しきるってところで、まあ、焦っちゃって終わらないっていうことが結構あるかなと思いますので、まあ、読み慣れて、この時間内で解くことに慣れておくことをやっておきましょう。で、知識問題に関しては、まあ、時間が結構自信ない人は先に解いちゃった方がいいと思います。まあ、時間かけてやるようなところでもないんで、分かるか分からないかで分かったらすぐ答えればいいだけの話なんで、なので、まあ、優先的にはそちらかなと思います。で、まあ、ここの漢字とかだけができれば合否が、まあ、分かれるというわけではないんですが、さすがにここを完全に解けない状態で挑んで、じゃあ取れる、合格点取れるかっていうと、まあ、やはりそうではないと。出題の量から考えたら、漢字、知識系の問題、まあ、漢字、第4以降の漢字四字熟語問題ですね。こちらが、まあ、10代で、で、読解の方で20代出るんですが、その読解の中にも知識あるんで、結局、まあ、半々ぐらいにはなるかなとは思います。まあ、なので、しっかりですね、基礎知識の部分とかで確実に取れるところは取るように心がけていきましょう。以上が、神田外語大学の勉強となります。